古長身没年不明は、真の民間医。縄ぶり、号は星池、友かもめ、祖門、長身は字。江戸時代後期に一年余り日本長崎に滞在し、医術、処方を伝えた。建立十一年高難省蘇州福暮県に生まれた。二十歳で儒学を学んだが、病弱のため断念し、南鉄山に医学、蘇州の理運会に医学、書道を学んだ。なお、 日本の資料は鉄山を北京太院所属とするが、主はきい家の虚言と思われる。総福寺太友方伝、小福寺太友方伝教法11年、超消費を招平してから約70年を隔て、今日は2年秋長崎奉明が、当選主主管池に、中国人医師の同伴を要請した。今日は3年長信が推薦され、年間銀5冠目の手当てで合意し、 同年ながら、裏を出港し、12月市2番線で、長崎に到着した。長崎では友人ほど、赤木宅に滞在した。文化元年2月17日長崎奉行、な瀬せ制定により2の日に、総福寺、七の日に、小福寺で診療を行う許可が下り、12日、真野三景、西原町浄土石の下で診療を開始した。実際の診療はこれらの日に限られず、 4月には12日に、渡って97回も診療を行っている。日本の医師と異なる医術を用い、しばしば日本の医師が治せなかった難病を治癒させた、ことは、江戸にも報告され、7月下旬に、医官吉田町たち、千賀同営、小川武安が長崎に派遣され、9月上旬に到着した。毎月4の日と9日には、当人屋敷で、 筆談や等通時を介した問答を行い、二の日と七の日には、総福寺、幸福寺での診療に同席した。九月、後の松江範囲、相川玄心が合流した。十二月十一日同営、二十六日文案、長立ち、文化二年二月玄誠が長崎を離れた。来日から一年経過後、ホームシックや質問生命の不快感から、滞在期間は延長せず、 同伴してきた先導の帰国を待ち、4月後9番線で帰国した。弟子、女二船は残って、処方を伝えた。腰法案付録、真意、故長信公愛広さる旅ごとにおける参考病の解説図。長信の自筆か模写化不明。長信書、米仏、薄積秋山市早稲田大学図書館所蔵、書家筆跡所集。伊沢蘭県も、 長身と交流したとする資料があるが、長崎に来たのは文化3年であり、5年である。民間医としては基礎理論を重視する一方、文献、交渉学よりも臨床に長じた。9月24日文案に脈信について質問され、暗脈、弁脈は全く心良心会にあり、言語形容すべからざるなり、と答える一方、同栄に、カビソ広の非常感、 民主の意思、十弁療法の傷、不不気症について聞かれて、答えに急し、書物の無意味な部分にこだわってはならない。とたしなめた。二十九日南方は、山道高彦宛書館で、当人、大敗軍にてこう。と喜んでいる。本像学にも通じ、文案が所蔵する、高貴子の絵画を、羊筒子ではないかとして見せられ、街道下と鑑定した。 食肉の論、針の論の著述があったことも知られる。文化六年頃、武蔵国のび止めで、清子長新性精神ゆとめ打った薬が販売されており、長新の名が関東の農村部にまで聞こえていたことがわかる。書道について、米安は、伊布宮などより、書風化相来ども、公、女に比すれば一著高く総格公。書は、ことのほか見事なり。 ふんぷん証拠のやからにあらず、と評価する。み川紀あは、この諸悪からずといえども、必死も子にまさらず、とし、長身が筆を持つときに、後ろ薬指と小指を用いないよう説いたことについて、何ぞその古ににもとるの花肌しき。今、制度凡百のこと、おおむね古法をうせり、と批判する。大田南保は、仙道を、家去の比喩と見て、地をを、味フに、 不満のき花肌し、思うに落第の書生、意に逃れたるなるべし、と評している。軽はずみな気持ちで来日したことを後悔する心境が現れている。結句は、私は毎晩子供が夢に現れるよう祈っている。とも返される。ありがとうございます。